今はその海外にちょこちょこ行ったりしてるのでレギュラーのレッスンとかは持ってないんですけど、ちょっと前まではレギュラーのレッスンをして、まあショーとか出たりしながら活動していて、その海外に行くタイミングでレギュラーのレッスンは全部やめたんで、まあ、今は単発で個人でレッスンしたりとか、基本やっぱショー出るのが多いですね。友達とかと仲間とショーを作って出てみたいな感じです軸はヒップホップなんですけど、レゲエとかアフロビーツとかそっち系のジャンルをミックスした感じのダンスですね。きっかけなんだろう、でも昔から好きで、なんかそれこそ子供の頃から、あの多分お母さんが好きだったんですよね。お母さんがなんかアジアンチックなのが好きで、あの車の中とかでもレゲエの曲が今思えば流れてて、でもその時は嫌いでなんかそのアジアンチックなお店とかって結構お香の香りとか独特の香りするじゃないですか。それが嫌いでなんかレゲエとかは全然興味なかったんですけど、まあ、なんかだんだんなんか好きだなって、こういう曲調好きだな、こういうなんかアフリカン柄とか可愛いなって思い始めて、いつだっけな、高校生ぐらいの時にずっとヒップホップだったんですけど、レゲエ習ってみたいってなって、それで習い始めた感じなんですけど、だから一応子供の頃からなんかお母さんの影響でずっと関わってきたって感じですかね。ダンスも好きなんですけど、まあ、海が好きっていうのが結構大きくて、で湘南の方の人たちのライフスタイルがただ単純に好きだったのでそのエリアに最近、来たっていうのと、シェアハウスにしたのはやっぱその海外とかに行くのに最初のね初期費用とか大変じゃないですかシェアハウスだとそれがあんまかからない、抑えられるし、もうシェアハウスだといろんな人がいるんで、それこそつながりとかも増えるから、湘南のその好きな人、私が素敵だなって思う人たちとたくさんコミュニケーションが取れるっていうので、なんか自分がやりたいこととかもこうシェアし合って、そしたらもっと広がる、話が広がったりとかするから、シェアハウスに今はいますやっぱ海好きだから、湘南の方に来る前から、住む前から海に遊びに行って、それこそご飯食べに行って、そこの店員さんと仲良くなって、で、あ、ダンスしてるんだ、あ、なんか知り合いにいるよとか、なんかこうつながってどんどんなんか、じゃあ顔出してみようみたいなんでイベント行ったりとかして、そしたら、え、今度出てみないとかになったりとか、一緒に踊ってみないってなったりとかで、もうどんどんこうつながりですねなんか仕事のために生きてないというか、仕事もなんか楽しんでるね、なんだろう、なんか毎朝今日も仕事な、嫌だなみたいなになってない、仕事も楽しんでる感じのところとか、あとなんか結構なんだ、決まった時間にこう行かなきゃいけないとかっていうんじゃなくて、なんか今日はいいやとか、なんか出勤とかもなんか自由な感じラフな感じのが、え、なんか何その生活楽しいじゃん、それが一番なんかね、心も幸せに人生を送れるなと思ってなんか今までは都内に住んでる時は結構やっぱなんか仕事しなきゃいけない、やらなきゃいけない、何時に行かなきゃいけないみたいなとか思ってたんですけど、そういう湘南に遊びに来るようになって、そういう人たちと出会って、あ、なんか別にいいんだ、そんなこうしなきゃいけないってならなくていいんじゃんってなって、そっからなんかそんな人生が一番楽しいなと思ってですね。行ったのは一番最初がアメリカ、ロサンゼルスに20歳の時にやっぱなんかダンスしようと思って、でも短期で1ヶ月だけ行って、
でその後行ったのとこでタイのプーケットとかにはあのお世話になってるさやかさんのワークショップにアシスタントでついてたのが、まあ、2、3回行ってワークショップやアシスタントさせてもらって、であとは中国もあのご縁があってワークショップさせてもらって、あとはフランス、この前行ったのがですかね、意外に4つ4カ国ぐらいですかね。はい、なんだろうまあやっぱ国によって文化が全然違うので、まあ、やっぱ一番新しい記憶だったフランスだと、まあ、全然ダンスじゃないんですけど、それこそフランスの人たちって本当なんかなんて自己主張をちゃんとするというか、本当にストライキがめっちゃ多いんですよ。だからフランス行った時はフランス語喋れないんで、ちょっと勉強しなきゃと思って学校フランス語の学校スクールもちょっと通ってたんですけど、ストライキで電車が動かない、もう仕事しないってなって電車が止まるんですよ。そうすると学校行けないんで普通に学校休みになったりとか、レッスンもなんかそう行けないから休校です、先生が来れないからなしですみたいなとかがあって、なんかそういうちゃんと一人一人の個の主張をちゃんとするっていうのがなんかまた日本にはちょっとない文化だなって思いましたね。何も喋れないんですよ。なので英語も本当になんか、まあ、中学生レベルだし、フランス語もそれこそ喋れない、中国語も本当に喋れないし、日本語なんですけど、うん、まあ中国は英語もなかなか通じなくて、それこそ結構苦労したんですけど、でもその時は短期で行ったのと、やっぱアテンドしてくれた子がサポートしてくれたんで、まあなんとかこうジェスチャーでやり取りしてって感じで、まあ、フランスとかはでも英語はちょっと通じるんで、本当に簡単な英語でいけるなっていうで、なんか通じなくてもなんかそれ、あ、通じなかったじゃん、どんまいで過ごせるというか、なんとかなるみたいなできる感じですねきっかけはそのロスに、20歳の時にロス行った時にフランスから来てたダンスホールのダンサーさんがいて、その人がめっちゃかっこよくて、でロスで、何回かワークショップ受けて、うわめっちゃかっこいい、もうこの人と一緒に踊りたいって思って、でもインスタ見てたら、あ、フランスの人なんだって思って、でその人がフランス帰った時にやっぱレッスンしてる動画とかを見てて、そこからそのスタジオのレッスンとかこう動画を見て、あ、フランスって結構ダンスホールとかアフリカアフロビートとか盛んなんだっていうのを知って、そのなんか結構アフリカ系の移民系が多いんで、ブラックのダンサーとかが多くて、で、あ、私の好きなダンスめっちゃいっぱいあるじゃんって思って、そっからアメリカは一回行ったし、フランス面白いかも、でフランスのなんかそのダンスシーンっていうのがあんま分かんなかったね。アメリカは一回行ってるし、結構やっぱ日本の友達とかもいっぱい行ってるんで、なんか SNS とか話聞いてなんとなくイメージが湧くから、フランス未知すぎて自分の中で行ってみたいってなってフランスに決めました。トリル GB っていう男性の、そうです、まあ長期で行くならやっぱビザが一番、ビザがないといけないんで、ビザの準備が一番まあ大変、ビザとまあその生活費とかをちゃんと蓄えていくっていうのが一番根本だと思うんですけど、でも私結構準備できないタイプなんでなんかそれこそお金とかもなんか結構調べると
1年アメリカ留学するならなんかいくらないといけないとか書いてある金額に全然達さずに行ったりとかしてるんで、まあ最悪その金額なくても大丈夫だけど、まあ、あるに越したことないね。海外はやっぱ銃社会とか日本と違って危険なことが多いんで、なんかそこのなんか入っちゃいけないところとか危険な区域を話すなんか知ってる人とかに聞いたりして、なんとなくのその場所エリアの感覚を知っとくと安全かなってめっちゃ思います。なんか言ってもそれこそここは危険ですって立ち入り禁止とかは書いてないから知らずに入っちゃったりとかすると危ない、特に女の子とかは危ないって危ないんでフランス行った時も私はなかったんですけど、友達がの住んでたところは結構危険なとこで、普通にその町で昨日殺人があったとか結構聞いたんで、その危険なところに住まない行かないっていうのをなんか調べていくといいかなって。記事 SNS とかに書いてあるのは、まあ、若干古か情報が古かったりするんで、一番は人に聞くのがいいかな。リアルな話をそこの出身の人とか最近行った人の話とかを聞くのが一番なんか確かな情報が入るかなって思いますね。あとはまああと言語も喋れたら勉強していったら活動しやすいんだろうなとは思います。私はできないんですけど行ってそこで習得していくって感じになっちゃうんですけど、準備できる人は英語とかもちょっと勉強していくとスムーズに生活はできると思います。と一番最初の海外行った時はちょっと不安だったのもあるんで、そのエージェント通してなんかサポートしてもらって行って、でもそれ以外はそれ以外だからフランスとかは全部自分で調べて行きました。なんかあエージェントさんにお願いすると早い、楽だし早いし安全なんですけど、なんか自分でやった方がやっぱいろいろ分かるから、あ学べるというか、これこうした方が良かったなとか、あもっとそれこそ早くに準備した方が良かったなとか、それも楽しいから自分でやる。基本はできることは一回やってみて、ダメだったらちょっとサポートお願いしてって感じでやってますね。まあやっぱ国によって全然違うので、あのダンスもまあ文化もなんですけど、ダンスのレッスンとか行ってもなんか日本と全然違う雰囲気が違うので面白いんで、なんか日本だけじゃなくていろんな国に行くと新しいそのスパイスがこう入ってきて、インスピレーションを受けて楽しいと思ってなんかやっぱ見て肌で感じて、それをまあその国が合ってるって思ったらその国にずっといるのも楽しいし、それを持って帰って日本でじゃあ自分がどう活動しようっていう世界、自分の人生のこう世界が広がると思うので、もうなんかこうビビってちょっと不安だなとか思わずにやる、チャレンジするときっと後悔のない人生になると思うし、ダンスももっと楽しくなると思うのでいろいろチャレンジ、私もまだまだ行ってみたい国もいっぱいあるし全然少ないんで、私もいろんなとこ行ってみんなにもいろんなこうパワーを発信できるように頑張れて、みんなで楽しみましょう。